4番スタニック・ジャネットさん、フランス。 Number 4 representing France, スタニック・ジャネット。フランスのスタニック・ジャネットです。怪我で欠場したエルドリッチに代わっての出場です。フランス大会で2位に入りました。上体の柔らかさといいましょうか、独特の体の動きをします。それを生かしたコスチューム。曲はロドリゲスのカルダー。最初のコンビネーションジャンプ、トリプルアクセルからのコンビネーションですね。コンビネーションにはなりませんでした。ステップからのトリプルルッツ。バタフライシットスピン。サーペンタインステップ。ダブルアクセルです。今年のヨーロッパ選手権では3位に入ったフランス期待の選手。不思議な世界を作り出しましたフランスのスタニック・ジャネット。ただ最初のコンビネーションジャンプの失敗が少し痛いですかね。そうですね、はい、コンビネーションジャンプにはなりませんでしたし、第1ジャンプの後に転倒ということですので、はい、ルール上は 0.4 の減点を受けてしまうと、はい、ただ後半に入ってアクセルがダブルで入ってたんですけども、ここで無理しないでダブルアクセルにしたのはいい判断だったんじゃないかと思います。はい、これがトリプルアクセルから本来ですとトリプルトウへと結びつけていきたいジャンプだったんですが、ちょっと回転が不十分でしたね。はい、これはステップからのルッツなんですけれども、これは比較的綺麗に決まっていました。はい、ショートプログラムの、ね、要素の中で、はい、アクセル系 の、 そのジャンプはそのダブルまたはトリプルという規定がありますので、はい、ダブルアクセルを飛んだことによってもですね、別に失敗したわけではないですし、はい、それが正確に飛べたということは一つの評価につながります。はい、ですからトリプルアクセルからのコンビネーションを失敗したことで後半のアクセルをトリプルにしてまた失敗をしてしまいます。今度ミスが2つになると、はい、大きな減点になってしまいますので、忠実にプログラムを、ね、滑ったというのはいい判断だったと思います。はい、スタニック・ジャネットの得点です。最初のリクワイアードエレメンツ、コンビネーションジャンプを失敗したのが少し響いているかもしれません。
それとあとやはりあのサーキュラーステップなんかはちょっと小さかったですね。現在3位です。